はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。テリーの名前したけど、テリーのワンダーランド、レトロですね、やっていきたいと思います。前回キングレを作ったところになりまして、まあこいつ鍛えていくのと、キメラのレベルをもうちょっと上げていきたいというところですね。で、一応今のところ考えてるのはホークブリザードとヒクイドリ組み合わせて二軸弱作るのと、キメラとなんだっけな、なんかお見合いできる人がいるんで、そいつを組み合わせてロック調が多分作れると思うので、まあ、それで進んでいこうと思います。で、また新しい旅の扉が行けるようになってるんで、まあ、レベル上げ兼ねて進んでいきましょう。階層的には11階層か、まあまあかな、今の実力だと。人面鳥がいるね。まあ、とりあえず全員ガンガン行こうで、ね、ザラキ一体か。まあだいぶ余裕だな。キメラも意外に攻撃力高いしね、140あるし。でキングレオはまあまあまあまんべんなく上がる感じかな。でホイミとか継承させてるんで、ギラか。まあ確かにキングレオといえばベギラマ使ってくるからね。冷たい息もいける。なんか万能って感じになりそうだな。キアリ、何気に毒とか食らうと鬱陶しいからな。あった方がいいっちゃあった方がいいんだよな。でもね、その枠があるんで、どうしても特技の、まあ、全部が全部ってわけにはいかないから、まあ、厳選はしていかないといけないっていう感じですかね。デスクラッターとかカンガルーとか出てるな。凍える吹雪が普通に強い。キングレオ攻撃力が今128か。もうだいぶ強くなってんな。上がる上がる、いいね。マホトラはちょっといらないよな。なめ回しもいいかな。お、いいねいいね。攻撃守備めっちゃ上がる。神父さん、まあ、さまよう鎧が欲しいくらいかな。ちょっと、まあ、ホークブリザードじゃ例によって1回凍える吹雪吹いて、あとはギズモ呪いのランプをちょっとぶん殴って、命令を聞いていないとか。誰だ、キングレオか。さまよう鎧攻撃出した、しょうがない。じゃあもうここで1回も肉あげよう、骨付き。タコカマスターって野生と違って持ってる技が違うからな。低い鳥がハッスルダンス持ってるとか普通ないよね。普通っていうか普通の低い鳥だったら持ってないよねっていう。疾風好き、気合いため。いや、どうする、ベホイミル、ベギラマとかなんかいらない気がするんだけどな。まあまあ、そもそもマホトラいらないでしょ。なめ回しもいいや。リフィラーマもいらないっちゃいらないけどね。ダリホーマ、魔法来て、ベホイミ。いや、めちゃくちゃ上がってんな。18が一つの区切りなのかな。で、回復していただきましたと。さあ、そして最下層、ベティの家。あなたどうなった。そりゃそうだよね。美貌に目がくらんで忍び込んだ。いや、そんな高飛車な人は嫌いです。泥棒しにここに忍び込んだ。違う、何これ、マスターなの、捕まえに来たって。何こいつ、もしやマネマネ。こいつ、あ、マネマネじゃん。っていうかさ、ここベティの家ってさ、大樹の国にあったよね。そういうこと。やることがないな。攻撃だな。キングレオ気合いため、キメラもな、何がいいんだろうなって思ったら、攻撃力的に攻撃がいいかな。命令聞かねえわ、キメラ。モシャス誰だ、レオ最悪だ。キングレオになりやがった。三河刺客使ってきてるし。当たらん、ガン、みんなガンガン行こうぜ、しとこう。そうすると攻撃よりは呪文とか。向こうかよ、ベギラマ唱えてきたな。
倒した。一応仲間にしてあげよう。もういっぱいすぎるんだよな。誰？いらないのもなんか、これっていうのがないか、ブチスライムとかいいや。マネマネ。これもう分かりやすいな。いい人みたい。好きよ。なんで？オラオラ系が好きなのかな？強いものが好き。若いな。お前も。そう、さっきのとこここだよね。そんな、おいらのペティ。マネマネだったなんて嘘だーってまあいい夢見れただろう。マネマネだったとしても。ではここにいるマチコさんですね、ライバーンとお見合いしましょう。キメラ、うちの決定。どんな卵が生まれるのか全くわからない。お見合い開始。よし、じゃあ孵化させに行こう。あれ、キラーグースになってる。まあいいや、キラーグースから、またロック調も多分作れるから。ちょっとこれは、考えよう。うちの手持ちと、誰だ？キラーグースと、ゴーレム、ストーンスライム、スライム、ダンジョンエビとかいけんな。エビ、エビ、エビ、どこだ？うちのエビどこに行った？エビルいた。オスだからメスにしよう。ちょっと鑑定してこよう。お願いします。結構いろんな特技を受け継いでる。さあ、そうだよ。女の子、あれな、何にすればいいって言ってたっけ。もう忘れちゃったよ。エビがオスだから女の子で大丈夫だ。孵化させよう。お願いします。で、ちょっとまた鍛えるか。ただ言うても新しい旅の扉がないんで、今んとこ多分ここが一番経験値高いかな。少しレベル上げたらまた闘技場で勝ち抜きしましょう。なんか飛び級しちゃっていい気がするんだけどな。3匹羽つないの。そういやジョー様見たいって言ってたけど、まあ一応ね、肉をあげとくか。燻製は別にすぐ手に入るから。メドーサボールも確か持ってなかった気がするんで、まあどっちか仲間になってくれればそれでよしですね。氷の息。これ氷の息、氷の息で一層できそうな気がする。結局最後メドーサボールになったわ。まあ上がりはあんまり気にしない。あ、メラ覚えてるんだ。いいな、単体用の魔法として。ギラ、もう覚えてる。冷たい息。イオ、いいね。キアリ、毒攻撃。めっちゃ上がるわ。マホトラ、舐め回し。メラホイミ、なんかちょっと、すげえ万能系だな。毒攻撃はいいや。マホトラもいいや。さらに8レベル、9レベル。毒の息も、まあ、舐め回しもいらないでしょ。で、ベギラマになって、ベホイミになって、氷の息になって、不思議な踊り覚えて、不思議な踊りはいらない。で、メドーサボールが起き上がりまして、連れてかなくて、スラボーとかもういいや、もういらん。メドーサボールはまあメドで、名前多分わかるでしょ。もう1、2回戦闘するか、じゃあ。で、羽スライムも仲間にして、ホイミンだな。もういいや。もうどんどん捨ててこう、ここら辺。羽。S クラス1万円する人、たっけえな。飛び級するか。A クラスどうだろうな。ちょっとセーブしよう。A クラス5000円挑みます。ヘルビーストが強そうだな。さあどうなる。まず凍える吹雪で、まあまあまあ当てられるよねって。氷の息、でいいよ。弱キラフグス、もうちょっとレベル上げた方がよかったかな。まあベホイミで回復してきます。ベギナマはでもそうそう
食らわないっしょ。メラミか。でもまあそんなに火力が高い感じじゃないな。あ、これでちょっと倒せないのがどうだろう。まあまあまあ、カリウスはなんとかなってんな。よしよしよし。グリズリーグリズリーライオネックがめちゃくちゃ火力高えな。ガン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 のキラーグースが命大事にね、が身を守ってんな。あ、ちょうど、うわやべえ、死ぬ、勝ち抜けないこれは。ここ勝ち抜いても3戦目が無理だな。おとなしくデオマラとか終わった。もう立て直されたよ。え、こっつえ、懐に入るのって何、モロハギリみたいなやつ。いや、氷の息じゃちょっと火力不足だな。この懐が超強い。やっぱグリズリーがめちゃくちゃ強い。敵として出た時も超強い。ガハ80とか。なるほど、無理でした。おとなしく B クラスにしよう。大木槌3体、こいつらも火力部隊だな。しかしうまくいけば一掃できる。ベギラマンの見てるのはでかいな。魔人斬り、ゴーッ、死んだ、ふざけんな。超火力部隊にもう一匹やられたわ。これまあ多分一掃はできたと思うけど、犠牲もでかかった。棺桶がある。シルバーデビルか、いいな、かっこいい。ここはキングレオがどれだけ活躍してくれるか。氷系はさすがに効かないね。フォークブリザード、バギクロスかよ。あ、でもそこまでか。シャーダルコ、シルバーデビルが若干効かないか。ベギラマ、よし2体倒せ。ヘルバックル無理か。よし、凍える吹雪が決まったでしょ。もうこれ普通に最初からこれやれよ。3戦目はきついな。これキングレオを回復に回そう。でホークブリザードはこのまま凍える吹雪で押し切ってもらいたい。ベホイミベホイミで回復していけば、けっ、そんな食らうの。あ、でも真ん中のドラゴンマットだけが攻撃力高いの。もういいよ、あの別に吹雪で押すから。あとキングレオがうまく、よし2体倒した、早い。よし、レオに来たら危ない。これホークブリザードに来てたら終わってた可能性がある。スクルト入っちゃってるけど、もう地道に行くしかない。おい待てふざけんな、マジでふざけんな。いや、魔人斬り最悪なんだけど勝てなかったか。じゃあおとなしく C クラスを受けましょう。さすがに C クラスはいけるでしょう。ザラキ消えよ。やっぱりこのイオとかがまだ火力不足なんだな。せめて2番目のイオラとかにしないと高レベル帯は勝ち抜けない。メラだし、攻撃した方が強いんじゃねえか。弱そうだもん、ホイミスライムとかさ。さまよう鎧はやっぱ効かないな。これでホイミスライムも大丈夫でしょ。ちょっとさまよう鎧だけぶっ倒していけばいいと。マシンキーボー、マチン切りみんな使ってくんな。なんなの。
チン戦に関しては確かに有効かもしれない。魔人斬りはもう一発狙ってね、もう別に負けてもいいやっていう覚悟で使っていく。キングレイの素早さ、まあ、一番遅いっちゃ一番遅いのか。あーやばい、死んだ。すげえ食らってたんだけど。もうあとキラーグースだっけ。キングレイももう攻撃に入らせよう。あー待って待って、まあ、回復しよう。やっぱり C クラスの最終戦でこんだけ苦戦してるってことはやっぱりまだまだ実力不足なんだな。レベル帯からするとやっぱり20は必要かもしれないね。20くらい。あ、ちょベギランマンにはなってるんだっけ。だイオとかの方がやっぱり遅いんだ。めっちゃ自力だなこれ。いつ倒せるんだ。キラグスデフォイミになったっけ。今見れないからな。一回両方ともガンガン行こうぜにして攻めよう。攻めなければ倒せない。ダストーンスライムをとりあえず倒した。よしこれいける。押し切ろう。体当たり危ねえ。あ、やっぱ火力が高いなキングレオは。今なんか苦戦したっていうか長引いた。じゃあ新しい喜びと知恵の扉。右と左なんかどっちがこうレベル帯が高いのかが分からん。とりあえず左から。マップは13マップか。結構あるね。ミノーンとかなんか硬そうだな。まあでも氷の息でなんとかなるっしょ。あと凍える吹雪で。氷の息、凍える吹雪でキラーグースかベギラムあたり使ってくれればだいたい倒せそうな気がする。お、メラミになったね。もう1レベル上げてから闘技場挑めばよかった。デッドペッカーも出てきたな。なんかやっぱり余計なの覚えてると余計なの使っちゃうよね。だったら絞った方がいいのかな。ナタルコより絶対凍える吹雪の方が強いでしょ。キングレオ14、ザオラルよし、いっぱい覚えんな。まずレミラーマいらない。で三河氏もいらないでしょ。力ため雄たけび大防御か。ちょっと雄たけび、いや大防御なんとなく持っときたいな。だってたら力ためいらないで14レベルに上がった。あ、これキラグースか。あ、いいオラになったよ。よしよしよし。で悪魔斬りいらないでしょ。魔法使いのじいちゃんもう一気に連れてってもらおう。まあホークブリザード持ってるしドラゴンもあれだからな。まあ別にいいやこのままで。ガンガン行こう。凍える吹雪、まあホークブリザードは効かないとして、リップス一撃でベギラマ、ドラゴンが効かないか。ちょっと割と氷系が多いからな。1与えて1もらうみたいな。弱っ。キラーグースマジレベル上がるのめちゃくちゃ早い。おお、もう13回最下層だ。いいね。そして謎のところへ飛ばされた。お礼な華麗な足さばき。まあ踊るっていうか戦うっていうか、ファンキーバード。まあこのままとりあえず行こう。吹雪でまあ70、80くらい入るか。でメラミも遠いぞ。86、気合かわされた。気合入れたのに。キャブルコはダメージ低いでしょ。あ、出た。混乱したか、ホークが。しょうがない。まあ普通に、攻撃してくれればまあまあまあいいよ。
出た。最悪。ますます混乱した。氷の雪より、だから女神の方がいいでしょう、絶対。ハッスルダンスなんて覚えてるんだ。やるな。怯えている。自分に当たった。結構食らったな。キラーグース結構耐性あるのか。まあ、ファンキーバードの攻撃自体は弱いからね。まあ、混乱さえ治っちゃえばっていう感じ。ますますこんなもう混乱しまくりだろ、ホークブリザード。我に返った。でも気合、ヒットポイントだいぶ高くなってんな、ボス系のキャラ。いけ気合、よし、オッケー。ファンキーバード仲間にしよう。増やせない。もう毎回これだよ。で、誰も泥人形いらない。これ泥人形だよね。もういらないわ。ファンキー。これってもハッスルダンス覚えるってこと？いや、他国マスター戦でライオネックが出てきた。これ欲しいなぁ。霜降り1個使っちゃおっかなぁ。多分もうこのターンで倒しちゃうから。いや、骨付きでいいや。霜降りはもう本当に欲しいやつだな。まあ、これで仲間になんなかったらなんなかったでしょうがないかなっていう感じ。凍える吹雪になった。ならない。老兵は語らずただ消え去る。キメラの翼。超いらねえ。じゃあ配合で、キラーグースとエビル、これをくっつけて、6丁作ります。6丁プラス6、行きましょう。でこうやってさ、なんかめっちゃ強くなってきたなって思ったら配合しちゃうから、なかなか高レベルのところに勝ち抜けないんだよな。で、あと一応ホークブリザードと低い鳥で二軸弱が作れると思うんだけど、ちょっと二軸弱の成長スピードが多分遅いんだよね。1レベル上げるのに経験値がめっちゃ必要になると思うから、そこをどうカバーしていくか。まあ、ロックだな。連れていこう。一応見よう、配合でどっちがどっちだ。ホークブリザード先にすればいいのかな。で、低い鳥、あ、二軸弱になってるね。右側で配合結果見れるんで、うちの低い鳥ちゃん、どこだ、いた。行こう、やろう、もうこれはやります。で、二軸弱も一つの完成形だから、別にオスメスは特に気にせず行きましょう。まあでも6丁もレベル1でヒットポイント102あって、マジックは70あったから、ちょいちょいレベルが上がってくれればそれなりの強さにはなるのかな。赤二軸弱プラス3か。まあこのまま虹でいいや。で、連れてくる。で、72か。63、59、75。スムライスはやっぱ鳥系だから早いのかな。ロック調の方が全体的に強いな。これは親が両方とも強かったからかな。まあ、ちょっとキングレオ主体にまたやっていきましょう。じゃあ今度は右側の旅の扉で。おいおいおい。バリア地帯今きついんだけど。さあ、知恵の扉最下層だけど、これなんだ？知恵が試されるか。一番右に行きました。何？左へ行きました。あ、こっちだよ。
もう一回やり直しか。なんかいけた。で、やっぱりね、二軸弱の成長スピードがめちゃくちゃ遅いんだよね。キングレオはまあ23レベルまでになって、ロック調が17レベル。で、ヒットポイントがめちゃくちゃ高いよね。332で。守備力もまあ高いし、200あって。攻撃力ちょっと弱いけど、それ以外が高い。素早さ191、賢さ189あるから。まあ、キングレオはもう完全にアタッカーって感じだよね。で、二軸弱がもうレベルが低いからちょっとどうにもならんっていう。まあ長い目を見て育てていきましょうということで、あったりスカイドラゴン一旦ガンガン行こうぜ。でちょっと攻めよう。メラミが、あ、まあまあまあ普通に取るね。もうシャドとかだからね。どうする。ロック長命大事にして。二軸弱ってなんかあるんだっけ。ルカなんでいいや。回復は早めに取っておこう。よしよしよし、守備力下げられんな。あ、でも二軸弱耐性高いな。食らわない全然。そして二軸弱回復させて、ルカナンは4回入るのかな。命令させろ。立った二軸弱攻撃か。え、ガンガン命で命令でるかな。あー2回か。ってことはちょっと二軸弱がもうやることないな。攻撃力もそんな高くないからね。パラメーター的には一番低いから、冷たい気から。キングレオに何とかしてもらうしかない。銃とか。じゃあ防御してた方が良くないかと思った。ちょ、一回ガン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 命令防御。ロック調の、まあまあ70当たればって感じだよな。いや、これもう一回いける。二軸弱防御してればとりあえずだいぶダメージ抑えられるから OK。 2600、二軸弱も9に上がった。マジックパワーがめちゃくちゃ伸びてくんだよね。で、こいつは仲間になんない。なかなか頭いいじゃないか。適当だよ。ちょっと女王様にハネスライムを見せてみよう。何をくれるんだ。持ち物か。道具。これね、整頓できるのが分かった。薬草いらん。霜降りを、これは大事に使おう。次、キングスライムか。なるほど。で、あと大神官指導がいるところですね。魔物を蘇らせる研究をしている。雷の特技を持つ魔物が必要ということで連れてきてくれた。ボーン、稲妻斬りを持ってるんで、ばあさんは連れてってくれって。なんださっきから。一回出んのかな。おう、旅の扉になってる。ご覧の通り失敗だよって。大釜がコッパみじんになくなった。ばあさんは諦めてくれ。旅の扉は使ってくれて OK。 じゃあここちょっと行きましょう。まあ、あの難易度的には今の実力からすると大したことないと思うんで。神父さん、ヘルビーストか。まあまあ、なんかここら辺よく出るな。弱っ。サミダレ斬り、もうこっちが強すぎる。ザキ危ねえ。一撃死とかそういうのだけだよね、ちょっと怖いの。薬草ですからね。約束か、なんだ。約束くれたのかと思った。なんでこんな毒の沼地の真っ只中にいたんだ。ここメタルスライムが出るんだよね。ちょっと疾風好きで先制しよう。で、どうせ効かないから攻撃の攻撃。どうだ。
45めちゃくちゃ軽く通るんだけど、ちょっとメタル狩りして二軸尺上げたいよな。1170、いいね。よし、凍える吹雪になった。タッツー召喚、召喚したい。何を消す？ラリフォーマ。よし、二軸尺曲がった。マヌーサ。よし、ようやく火の息から火炎の息になって、ランクが上がった。じゃあ、ここのマップでうろつきます。はい、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 はい。まあ、とりあえず二軸尺レベル11になったけど全然上がらんわ。なのでボスを倒しちゃいましょう。うまそうな肉がいる。ギガンテスか、欲しいな。こいつ仲間になるのかな。まあ、ボス絶対仲間になるとかっていうわけじゃないからね。まあ王様も言ってたけど、仲間にならないやつはならない、なるやつはなる。力を貯めている。あ、そういえばキングレオ爆裂拳覚えたんだよな。ちょっと使ってみるか。爆裂拳マジ強いらしい。いけ、1回、多分何回か攻撃するはず。肉くれりゃ言うこと聞く聞く。あ、肉あげればいいのかな。二軸尺だな、やっぱり育ってないっていうのがめちゃくちゃきつい。まあやっぱりメタル狩りとかでハグレメタルとか狩れないとちょっと厳しいかな。最悪ちょっとスタメン変えるかもしれない。もっと成長スピードの速いやつの方が全然戦力になるからね。よし、こいつらは OK。でシルバーデビルがちょっと吹雪効きづらいから、そんなことなかったな。火炎の息、ベギラマ。あー、やっぱベギラマも耐性はあるね。二軸弱、まあまあまあ、あんまり危なげなくいけた。で問題はこのドラゴンマットの攻撃力がむちゃくちゃ高いってところなんだよな。ロック調を先頭に出した方が良かったかな。ヒットポイントが全然高いからね。魔人はもうちょっと来ちゃったらしょうがないっていうところ。でもドラゴンバット守備力35しか増えないんだ。全然なんとかなりそうだな。じゃあこれでカニは倒したでしょ。倒してねえし。普通の攻撃で50、二軸弱で50か。まあちょっと命大事にして回復すれば乗り切れるかな。っていうか普通に倒したし。これで幸せと誘いの部屋が行けるようになりましたと。いうところで、二軸尺ちょっと使いづらさ感があるね。やっぱりもっと経験値ガンガン稼げるところにならないとなかなか厳しい分があるんで、考えます。このまま使い続けていくかは。というところで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。ちょっとモンスターを見に行きます。